これさらっと問題文書いてありますけどどういう状況かわかりますえ、めちゃくちゃずるいんですよこれこれですね、丸の知識とバツの知識が隠れてるんですよとにかくですね、一つの選択肢をですね結構とことん掘り下げて知識をそこから吸い出すただな女性女子の不動産大学契約不適合責任予想問題後半戦 ということで、えーせっか、早速ですね、契約的保責任の予想問題後半戦やっていきたいと思います。これはですね、去年の他県試験で出題された問いの3番をちょっとアレンジして作ってあります。ね、ちょっと法改正になってるんで、いろんなとこアレンジしてますけども、まあ、ちょっと聞いてみてくださいね。はい、いきます。問題文の方は概要欄にも貼ってありますので、もしろよろしければそちらの方を見てください。画面にも表示させ,させておきますけれども、まあ、どちらでも好きな方を見てください。ということで読んでいきますね。ちょっと長いですよ。事業者でではないい A AB が所有しし居住してるる建物ににつき、AB、間で売買契約を提するにあたり 不適合責任を概ねの特約をつけたが売買契約締結時点において契約の内容に適合しない当該建物の欠陥が存在しており A はそのことを知っていたが B に告げず、B はそのことを知らなかった。この場合に関する次の記述のうち、民法の規定によれば正しいものはどれか。いろいろ長々と書いてありますけども、結構私の動画しっかり見ていただいてれば、まあ、問題文のですね、まあ、なんか意図しているところは理解できると思いますね。まず A は、たこの問題文の途中でいきますよ。A は建物の引き渡しから3ヶ月以内に限り、契約不適合責任を負う旨の特約をつけたが、契約不適合責任って規定っていう話をしましたよね。だから特約でその、完全に免除しちゃうこともできますし、期間を制限することもできるんです。だからこれは期間を制限したということですね。まあそういう 事例だとということになりますでもう1個ポイントになるのはこの問題文の中で,です、ね、必ず読み取ってほしいのは A はそのことを知っていたが B に告げずここがすごく重要です。これさらっと問題文書いてありますけどどういう状況か分かります ?A めちゃくちゃずるいんですよ。これここ1つのポイントです。この問題文を読んで A がめちゃくちゃずるいっていうことに気がつけるかどうかこ,こ,れこれが結構正否の分かれ目になります。これこ,こは気がつかないとただこの問題文を読んでるだけだと A が悪いやつだずるいやつだっていう風に分かんないんですよ。ただこれ結構問題文を読み込んだりとか結構あの過去問とかをですね何度も何度もやってる方って っていうのは a がこれずるいやつなんだなっていうのが、この問題文を読んだだけで気づけます。気づけるようになってください。そうすれば簡単に解けますからということで。じゃあ、それを前提に置いた上で選択肢読んでいきますよ。b が当該欠陥の存在を建物引き渡しから1年が経過した時に知ったとしても、契約不適合となる欠陥の存在をした時から1年以内に a に通知をすれば契約不適合責任を追及することができる。どうでしょうか？これね結構難しいですよ。これ丸でしょうか。バツでしょうか？ちょっと考えてください。ストップしてはい。じゃあ答え言いますね。これ結論から言うとバツです。 で、ね、丸って思った人結構いると思うんですよ。これバツなんですよね。これですね。丸の知識とバツの知識が隠れてるんですよ。まず a がずるいんですよ。これね。さっきも言います。a 知ってるんです。ここが最大のポイントなんですね。まず前半の文章いきますよ。B が当該欠陥の存在を建物引き渡しから1年が経過した時に知ったとしても、これ何が言いたいかというと特約で3ヶ月って言ってるじゃないですか？1年経過した後に知ったって言ってからもう遅れてるんですよ。遅れてるけどどうなんですか？っていうのをまずここ聞きたいんですね。ねどうなんでしたっけね？ってことなんですよ、ね。a が知ってるんです。知ってる場合に関しては知ってるのにもかかわらず、こういう特約を結んでも。これは ダメなんですよ A には正規,正規に残るんです1年が経ったとしてもなぜなら知ってるからなんですずるいからなんですここの知識は残ってますかね私はこれ動画で解説しましただからこれ1年が経過した時に知ったとしても大丈夫なんだ責任追及できるっていうところまでは分かったしというと思うんですで問題はその次です契約不適合となる欠陥の存在を知った時から1年以内に通知をすれば契約不適合責任を追及することができるそうこの文章だけ読むとそうじゃないですか この文章だけ読むと丸なんですけども、いいですか ?A はずるいんですよ。A はずるいんですよ。ずるい時どうなるんでしたっけ ?1 年を経過しても追求できる点は合ってるんですよ。1年を経過しても追求できる点は合ってるんですよ。ただ知ってる。つまり悪意ですね。A が悪意や重過失であれば1年以内の通知ルールは適用されませんっていうのをこれ動画でやりましたね。覚えていますかね 1>, 1年以内ルールは適用されないんです。なので、これですね、5本目の動画の3本目ぐらいから見てください。そういう,うに言ってますからね。これずるい人は許さないって言いましたね。状況を想像することはとっても重要なんです。ですから、これ A が知ってるわけですから、知ってるので、3ヶ月の特約の期間自体がもう,もう無効ですからね。だから、責任まず追及できますね。1年経過した時でも責任追及できますし、これ1年以内に通知しなければいけないっていうルールもこれ適用されません。 ずるいからということになります。だから1年以内に A に通知をすればって言ってるこの選択肢は×になります。1年以内じゃなくてもいいんです。なぜなら A がずるいから。ということですね。A がずるいっていうことが頭に入っていれば、この問題は引っかからずに解けます。なので、この選,選択肢をですね、正しい選択肢に直すとこうなります。B が当該貸しの存在を建物引き渡しから1年が経過したときに知った場合、契約不適合となる結果の存在を知ったときから、1年以内に A に通知をし,なしていなくても、契約不適合責任を追及できる。これが正しいですね。なぜなら A は知ってるから。 ということになりますこれが正しい選択肢ですということですねはいじゃあ次いきますいきますね2番の選択肢建物の欠陥については契約の目的を達成できるか否か及び不履行の程度にかかわらず B は売買契約を解除することができるはいどうでしょうかちょっと考えてみてくださいねはい答えいますねこれ答えはバツですこれもですね正解と 不正解の部分が混じってます。なので正解の選択肢のところに釣られちゃうと間違えちゃうんですけど、これまずですね、前半部分は合ってるんですよ。建物の結果については契約の目的を達成できるか否かは関係ないんですよ。民法改正されてから解除権に関しては、契約の目的を達成できるかどうかっていうのは要件じゃなくなってるんです。だから、達成できるか否かは関係ないんです。ただ、前半部分は合ってるんです。問題は後半部分です。 不履行の程度に関わらず。不履行の程度に関わらずってどういう意味ですかねこれ前回の動画でもやりました。不履行の程度は関係するんです。警備な場合は社会通念的に解除できないんですよ。警備な場合は解除できないっていう例外事項前回の動画でもやりました。警備な場合ってどんな場合なんだっていうふうに言われれば、例えば100平米の土地を引き出すって言ってるのに99平米しかな渡してない。残りの1平米はもらってないから解除するっていうのはちょっとやりすぎですよね。まあそういうようなイメージで言ってもらえればいいと思います。そういう警備なちょっとした不適合のせいで全部 もうなしだっていうふうに言われちゃうとさすがにちょっと微妙じゃないですか。だからそうとちょっと,ょっとあの権利の内容っていうふ風な感じになってきちゃうので、警備の場合に関しては不履行の程度、警備の,の場合に関しては売買契約を解除することはできない。 だから不履行の程度にかかわらずって言ってるから罰なんですということですねだ正解の選択肢に直すとこうなります建物の欠陥については契約の目的を達成できるか否かにかかわらず B は売買契約を解除することができるが不履行が警備であるときはすることができないこれは完璧に正解の選択肢という形になりますはいじゃあ次選択肢3番いきますね B が欠陥を理由に A に対して損害賠償請求をすることができるのは欠陥を理由に売買契約を解除することができない場合に限られる、ね、これもちょっと国語的にちょっとまあ難しい表現してますがさあどうでしょうか ちょっと考えてくださいねはい答え言いますこれもバースです 限られませんとうう話一言で一言っちゃうと解除できる場合でも損害賠償請求はできるんですよ。で損害賠償請求に関しては、奇跡自由はいるんですけどもあの、契約の解除には奇跡自由はいりません。というのをちょっと、まあ、動画で解説したと思うんですけども、要はこの選択肢の場合だとですね、損害賠償請求はできるのは、結果を理由に売買契約を解除することができない場合に限られるって言っちゃってますから、解除することができる場合でも損害賠償請求はできるんですよ。どっちかしかできないわけじゃないですからね。だからこれちょっと惑わされちゃダメです。だからこれ、まあ、簡単なことなんですけども選択、正解の選択肢に直すとこうなります。 B が欠陥を理由に A に対して損害賠償請求及び契約解除をすることができるが損害賠償請求は A の責めに帰すべき自由がなければすることができないまあこれは一番正しい知識っていう形になります両方することできるんです損害賠償請求及び契約解除できるんですよただ損害賠償請求に関してだけは責めに帰すべき自由つまり奇跡自由がいるっていうことですここを頭に入れておきますここ崩壊性の結法改正部分ですからねこれ契約解除のところに関しては契約解除損害賠償請求のところに関しては崩壊税入ってますからちょっともう前の知識はまあもう置いといてもらって今のが正解という形 になじゃあ最後4番ですねいきます AB 間の売買を B と売買契約を締結した宅地建物取引業者 C が売買していた場合には B は C に対して契約不適合責任を追及することができるこれもツですツバツですねこれまあ分かると思いますこれ契約不適合責任というのはあくまで売り主に対して請求できることなんですよ売り主に対してしか請求できませんから仲介は関係ないんですよ仲介関係ないんで売買契約の,の契約っていう言葉に惑わされちゃうとんってちょっと一瞬考えちゃうんですけども冷静になれば関係ないですからね までで売り主との話し合いですからだからあくまで売買契約の売り主に対して請求できる権利なんですよ、あの契約不適合責任というのは。なので、まあ、これまあ、ツなんです。だから正解の選択肢に直すとこうなります。AB 間の売買を B と売買契約を締結した宅地建物取引業者 C が売買していた場合でも B は A に対して契約不適合責任を追求できるのであって C には追求できない。 これが正しい選択肢ですね。取引業者、他県業者関係ありませんという話です。契約不適用責任に関してはですね。ということで、本来的にはここで終わりなんですけども、ちょっと気づいた方いらっしゃると思うんですけど、ここまで全部選択肢×なんですよ。で、これ、も私のオリジナル問題なので、選択肢5があるんで,で、ちょっと選択肢5やっていきますね。B は A が欠陥の補修を明確に著述した場合に限り、代金減額請求ができる。ちょっと代金減額請求のです、ね、選択肢がなかったので、ちょっと作ってみました。これどうでしょうかちょっと考えてみてください。これは答え言いますね。これも×です、ね。バツちょっと全部バツになっちゃったという話なんですけども、まあ、ちょっとこの練習問題でやって まあそういう感じになってもうまあなることもありますという形ですね。私の問題できるだけです予想して解けないようにしたいんでその選択肢一つ一つを見てほしいんでどう正しいものどれかって言ってもない場合があるっていう話ですね。はいいまあ、そういう風なちょっとプレッシャーを感じて解いてほしいんですけどもじゃあ理由言いますね何で間違ってるのか分かりますかねもう一回言います A は B が血管の補修を明確に拒絶した場合に限り代金減額請求ができる。限るんでしたっけ明確に拒絶した場合に何か例外ありませんでしたっけ で私言いましたよね、これ、酒屋の例えで、酒屋持ってくの嫌ですって言って、明確に拒絶した。この場合に、まあ、電学売金減額請求できるって、まあ、話をしましたけども、限らないんですよ。限らないその、そのケースだけじゃないんですよ、代金減額請求できるのは。これ、あくまで、これの選択肢っていうのは、だって聞き覚えあるから間違えちゃった方いらっしゃるかもしれませんけども、売り主が追加を明確に拒絶した場合は、追加請求をせずにいきなり、代金減額請求ができるってだけなんですよ。代金減額請求ってていうのに関しては 追加請求を先にした上で、追加請求がなされなければ、代金減額請求できるんですよ。なので、これ、拒絶した場合だけ、代金減額請求ができるっていうわけじゃありません。でここをちょっと間違えないでください。選択肢釣られちゃうと間違えちゃうので、混同しないように理解を,理解を深,む深めるとですね、間違いにくくなります。で、これ、正解の選択肢に直すとこうなります。B は A が欠陥の補修を明確に拒絶した場合、追加請求をすることなく、代金減額請求ができる。 これは正しいですでここまで自分で考えて、まあ、書けるようになっていると完璧です。はい。ということでですね、契約不適合責任の予償問題、ちょっと長くですね、ちょっと解説してきました。もうここまでですね、できていれば、 大体大丈夫だと思いますよ、大体。まあこれで完璧とは言いませんけども、こういう風にですね、練習問題と、まあちょっと動画とかですね、テキストのを見返すっていうのを繰り返していくことによって、記憶はどんどん定着していきます。で、今回の動画でもやりましたが、とにかくですね、一つの選択肢をですね、結構とことん掘り下げて、知識をそこから吸い出すっていうことをですね、ちょっと意識してやってください。これちょっと次の動画でもですね、ちょっと過去問の活用法っていうので、ちょっと次アップする予定なんですけども、そこでもやります。とにかく過去問がよく重要って言うじゃないですか。なんで過去問が重要なのか。で、過去問やってるのに落ちちゃうっていう種類じゃないですか。それやり方間違っ ってるんですよ。完全に過去問のやり方が全然違ってますね。そういうのもちょっとですね、少し意識して今回ちょっと解説してきたんですけども、次回はですね、ちょっと過去問の活用方法についてちょっと具体的にやっいていきたいと思いますんで、ちょっと今後期待ということでよろしくお願いします。ということで契約不適敵責任はちょっと一旦ここでおしまいという形になって次の分野に行きたいと思います。はいということで今日の動画が役に立ったという方、ぜひチャンネル登録とグッドボタンよろしくお願いします、えー。徐々にですね、登録者数も増えてきてまして、再生回数も伸びてきてます。皆さんのおかげです。で最近コメント欄も増えてきてですね、いろいろご質問ですとかリクエストですとかたくさん入れいただいて本当に できるだけですね、リクエストにいただいた、えー、論点に関しては、必ず動画に上げたいと思ってます。優先的に動画にしていきたいと思ってますので、ぜひですね、いろいろ質問していただいたりとか聞いていただければと思います。あの今後もですね、とりあえずは、宅研試験、宅研試験、特に今年は法改正ありますので、その辺を中心に徹底的にやっていきたいと思いますので、ぜひこの動画を見ながら、えー、できるだけ楽しく、面白く、気楽にできるようにと思ってます。あまりですね、気合い入れすぎると、なかなか試験って、勉強って長続きしないんですよ。 ね、結構疲れてくるんです。だからそういうのはあんまり良くないという風に思ってますんで、まあ、できるだけですね謎が続きするように、興味を持っていただけるように、楽しんでいただけるようにというような感じの動画を目指してますので、まあ、あんまりちょっとですね、すごい真面目な感じのちょっと動画じゃないかもしれませんけども、ただその方が覚えやすいという場合もありますので、まあ、ぜひですね、試験勉強に活用していただければと思いますので、よろしくお願いします。ということで、ではまた。